なんとか北通路を通れないか。手つかずの倉庫があるはずなんだ。無理だ、完全に埋まっている。通れる状態じゃない。備蓄が尽きかけてる。食料が必要だ。分かってる。地上から行こう。海岸を通れば倉庫まで300メートル。それならダメだ。地上に出れば全員死ぬ。伍長、無茶はしないでくれ。巨大な宇宙船らしきものが見つかった。11番目のマザーシップ、おそらく敵の指令船だ。ついに敵の急所を見つけた。撃破できればこの戦いに勝てる。だが今の人類にその力はない。敵の指令船を発見したというのに見ていることしかできない。知る無力だ。通って進む。恐ろしい相手だ。まだいるはずだ。探すぞ。ここからの先導は任せる。一番のベテランだ。奴らを見たことがあるか。ああ、思い出すのも恐ろしい。俺は絶対に地上にいた。奴らは地球の支配者か。さあ絶対に死ねる。殺人マシンだ。全て殺
況は悪くなった。このありさまは敵が歴史を修正し続けた結果だ。どんな風に変わったのか私たちは気づくことしない。地上へ行く。待て、外に出たら死ぬぞ。ここは海から離れてる。きっと大丈夫だ。年金をもらえる予定だった。くそ、まずいぞ。こうなるとは。地上は人魚の世界だ。見つかれば生きては帰れない。それが真理だ。静かにしろ、奴らに見つかる。奴らを見てもうろたえるんじゃないぞ。恐怖ですくめば死ぬだけだ。地球は人魚に支配されている。俺たちは生かされているだけに過ぎないんだ。落ち着け、パニックになるな。ここは海から遠い。なんとかなる。深海に住む人魚か。絶対に会いたくねえ。人魚なんていいもんじゃない。巨人だ。魚だ。巨人が来たぞ。やつ、こんなところまで。くそ、海から呼ばれてるのに。巨人といいとしてるはず。撃ちまくれ。
攻撃する。同じ事故が起こって時間が逆戻り、これを繰り返す限り時間は先へ進まない。クライマーは時間の檻にとらわれたようなものだ。どれほど奴らが強かろうと、時間が進まなければ決して勝利の日は来ない。しかし奴らは歴史を修正し続けている。我々が何度も過去に戻るように奴らの戦況を変え続けるだろう。すげえ、どうにもできないほど悪い状況になる。事故の日が来るまでに私たちが死ねば、もう時間は戻らない。それが人類の最後だ。稼働しているセンサーにアクセスして位置を特定する。誤差が大きくなっているようだ。探知には時間がかかる。それまで地上にいるしかない。多数の巨人を確認しました。多数の巨人が町になだれ込んでいます。なんだと？こっちにもいるぞ。
放棄されたはずだ。 施設は無事なのか？ 生存者がいるはずだ。 運が良ければ助けを得られる。 なぜ分かるんだ？ 期待するな。 基地の兵士はおそらく もう死んでる。
もうすぐそこだ。この音は何だ。まさか。つけてやる。あまり時間がない。リングを攻撃する。行動を利用しよう。2番行動ならリングの真下に出るはずだ。近づいた者は死ぬ。考え直せ。地下を抜ければリングに接近できる。出口まで護衛してくれればいい。いいだろう。だが俺たちは地上に出ない。構わない。来てくれることは分かってる。危険な道のりになるぞ。坑道の奥に怪物の巣穴らしきものがある。見ろ、怪物が出る。しか
地に入られたら大惨事になるところだ。その前に駆除できてよかった。よし、先に進もう。どんなに長く生きようと妻への愛情だけは変わらず私を支えてくれる。怪物だ。数が多い。ここまで入り込んでいるとは。駆除が必要だな。繋がったんだ。この巣は地上まで続いている。なぜわかる。怪物は洞窟や坑道を利用して巣穴を作る。この巣はまだ作りかけだ。土や岩を地上へと運ぶ出口が必ずある。ここから先は怪物の巣だ。注意しろ。調査の時より危険が増している。そのつもりでいた方がいい。わかった。みんな油断するな。に注意してくれ。上だ。上にいるぞ。天井の穴から出てくる。ロボットだ。ロボットが来やがった。ロボット。おかしいぞ。地下街に入られたらおしまいだ。ロボットを破壊する。地下街の人たちを守れ。You're a real guy.
全滅完了。ここ以外に生存者を取れたら。この道で間違いないんだな。そのはずだ。リングを攻撃するなんて正気じゃない。地上に出た途端に袋叩きだ。リングに近づければいい。あとは私たちがやる。知らねえぞ。立ち止まるのは危険だ。行こう。進むぞ。普通のアンドロイドでよかった。重装型だったら全滅してた。重装型アンドロイド、噂は聞いてる。足が重い。そろそろ限界だ。付近の生存者は我々だけかと思っていたが、リングを攻撃？無茶だ。作戦への参加を求めてる。だが無謀だ。成功するわけがない。やはり今日で間違いないようだ。リングにたどり着かないと。無謀な者がここにもいるようだな。命が惜しくないのか。必要なことなんだ。
的地だ。ここから地上に上がれる。持ち上げるだけで精一杯だ。こういう生き方もあり。燃料が少ない。そう思うことは余裕が心配だな。仲間がいる。指揮を任せる。最後だが責任は重いぞ。いずれパニックになったら最後だ。片付いたようだな。ここで別れよう。もう一度言う。考え直せ。注意、いつもありがとう。言ってくる。
我々が時間を遡っていることはクライマーにとって想定外のはずだ。しかも奴らはこのことを知ることができない。それどころか時間が戻ったために事故はまだ起こっていないんだ。たとえ奴らでも起きてもいない事故を知ることはできない。我々だけが今日タイムマシンが破壊されることを知っている。クソ、バカが多すぎる。命を捨てる気だ。被害の拡大を防げ。ウーゾー、ちょうどいい。協力してくれ。一刻を争う。被害者を一人でも減らしたい。ウーゾー、タンクと共に進め。タンクなら怪物の酸にも耐えられる。怪物が来たらタンクの後ろに隠れろ。畜生、休む間もない。安全な場所ってのはどこにあるんだ。我々が戦うしかない。市民を守れ。一体どこの国の兵器なんだ。これだけのことをしでかしたんだ。必ず黒幕を捕まえて後悔させてやる。人間だといいけどな。タンク、前進しろ。いいぞ、その調子だ。タ
タンクは歩兵を守れ。塔を破壊しろ。上部分を狙え。上空を通過中です。塔の落下が懸念されます。上空に警戒してください。ここは安全ではなかったようだ。塔を片付けたら今度こそ安全な場所に連れて行ってやる。軍曹、協力感謝する。教えてくれ。軍曹、君の想像より事態は深刻だ。世界中が同時攻撃を受けている。現時点では状況への対処で手一杯。効果を開始。作戦エリア上空に飛来する可能性があります。何だと。到達時間は、そんな、すでに地上付近に到達しています。情報が欲しい。我々は何と戦っている。適正勢力だ。適正勢力とは何か。あ、軍曹、まずいぞ。あれは何だ。町みたいにでかいぞ。宇宙船なのか。まさかエイリアンだってるかよ。多脚戦闘ロボットです。ロボットが来るぞ。妄想ではないと信じられる。私一人だったら自分の頭がおかしくなったと思ったはずだ。
これはテロじゃない、侵略だ。